今月7日から石川県七尾市の避難所で炊き出しをしているのは NPO 法人災害支援団ゴリラです1日におよそ320人分避難している人の体調を考えバランスの取れた温かい食事を提供していますゴリラは2018年の西日本豪雨が起きた直後に発足し今は全国各地の被災地で活動しています メンバーには西日本豪雨の被災者もいます。家で食べるようにご飯と主菜と副菜と汁物っていうこういうものをやっぱりあの繋げていくのは僕らの大事な役目だと思っております。うん、やはりここはですねこういうタイミングでみんなが助け合っていくのがやっぱり一つの手がりじゃないかなと。災害支援団ゴリラは。 明日まで炊き出しをする予定です。